ょいます。さあスタートをしました。ヒメイリステークス、まず横に揃いました。まだ何が抜け出すという感じではありませんが、真ん中の方を通りまして、新キャロル1800初めてですが、内々を通りまして1番の光栄バッカス、さあスーッと上がってきました。やはり来ました、スリリングアワー。スリリングアワーが早くも飛び出そうとしています。サンデーサイレンス3区、花に立ちました。これは折り合いは完全に取れました。後ろの方は完全にこうぐーっと詰まったような格好になりまして、16頭多頭数になりましたが、1400の標識を通過していきました。さて先頭ですが、やはり完全とスリリングアワーが先頭に立ちました。上り馬です。5走目の上り馬、1馬身から2馬身のリード、その後ろに光栄バッカス中京を始めて、もう1頭1枠は前のトップガンです。その後ろに行きましてインコースを通りまして、チュンシンバンブー、その外側に行きましてオレンジ色の帽子ダンピコンプソン、真ん中を通ってシンキャロル、そしてもうその後ろまた切れていくような格好になりまして、オレンジ色の帽子カプートグローリー中京初めてです。インコース通りまして3番のマルシエヤロップ、こんなところ、それから8番のブラックギャング真ん中につけました。16番はビークワイエットです。そしてその後ろアドマイヤラピス、それから緑色の帽子が1つアドマイヤラピスのインコースを通りまして、アラマサキャップは後ろの方から行きました。内々を通りまして5番のアイシンミサイル、12番のサウンドバリアがこんなところで、15番のゼニスブルーがここ、それからもう1頭後ろ、現在シンガリが9番の外国サンバ、プログラムはシンガリから武豊という格好になりまして、さあ先頭争いですが、依然6番のスリリングアワーが逃げているような格好になりました。さあ前のトップガンムチが入りました。前のトップガンのムチが入りました。依然しかし先頭はスリリングアワー、スリリングアワーが先頭に立っています。内を通りまして光栄バッカスも差を詰めていく、光栄バッカスも差を詰めてきますが、さあ先頭は直線を向けまして、依然スリリングアワーが先頭、スリリングアワー先頭、前のトップガンが差を詰める、前のトップガンが差を詰めるが、しかしインコース粘っているスリリングアワー、トップハンデの55キロスリリングアワー、さあ外を通って前のトップガン、田原正義、田原正義かわした、逆を切った、完全に先頭は前のトップガン、この2頭で決まりそうだ。外の方から、外の方から前のトップガン完全に1着でゴールイン、2着粘らずスリリングアワー、3着に1番の光栄バックス。大坪さん、はい、スリリングアワーが粘れませんでした。この馬自身はね、はい、何の不利もなく、割合なくのレース運びはできたんですよね。ただしやはり能力的にね、前のトップガンは現状ではやはり上ですね、はい、常に前のスリリングアワーを意識してレースを運び、なるほど、そしてもう、はい、順当にというか、はい、4コーナーでは差を詰め、直線では並びかけ、ゴール前ではもう完全に力で、押し切りましたね、はい、内枠のブライアンズタイム3区、前のトップガン芝2走目ですが、これが勝ちました。田原正義、そして2着にスリリングアワー。